だ逃げてなかったのか。一つ頼んでもいいか。娘のカタリーナ、思い出せなくなってきたな。あの子魚みたいに飛んで跳ねて遊んでいたんだ。好きな花があってな、確か綿毛だ。そいつを取ってきてくれないか。父ちゃんからだってな。自分で生きたいが。確か橋の近くに生えていた。腐った木と何か関係があるらしい。クレスル。あ、いや違う、クレスブル。くそ、これも違う。クレスでいい。こっちの方が馴染みがある。いつ始まったかわからんが、少しずつこうなった。長年戦い続けたが、今となってはどうでもいい。沼には勝てないな。
時間がいい。聞いたことないね。でもセニなら知ってるかも。噂好きでみんなと仲がいいから。カタリーナ・クレッセンのことかい？あのばあさんは私が子供の頃に死んだよ。ありえないほどしわくちゃだって言われてね。仮装されて裏にある記念壁の下に埋められたわ。来る人はあまり多くないから、お墓参りに行ってあげてもいいかもね。失礼。この男を見たことか？しろ。俺たちの金はどこに行ったんだよ。海の底に落ちたんじゃねえのか。明日運悪く目が覚めちまったらどうやって俺たちに金を返すか考えておくんだな。さもないとお前の命はねえからな。おい、いい加減にしろ。
俺たちの金はどこに行ったんだよ。海の底に落ちたんじゃねえのか。明日運悪く目が覚めちまった。どうやって俺たちに金を返すか考えておくんだな。さもないとお前の命はねえからだ。させたか。ああ、渡せた。